明かされる貞子出生の秘密。お母さん、あなたたち井戸の夢を見たでしょ。貞子から離れて。12年前もお前が殺したのか。私じゃない。私のそばに誰かいるの。もう一人。リングゼロバースデー。リングはゼロで終焉する。乖離性同一性障害。一人の少女に宿った13の人格。その人格は他の人格にはできないことができる。イソーラ。誰が何をしてるのか全然わからない。3人死んでるんです。次はあなたを殺すつもりです。戻りなさい。帰るべき場所に。私の中にいる13番目の悪魔、イソラ、多重人格少女。リングゼロ、イソラ、1月22日ロードショー。